リバダビア・リバダビアはアルゼンチン海軍が運用していた戦艦。リバダビア級戦艦の一番艦である。1914年収益。アメリカが衆国製であり、竣工時には同世代の土球戦艦の中ではトップクラスの性能を持っていた。1907年にブラジルが土球戦艦の取得を目指すようになると、アルゼンチンもこれに対抗し戦艦を取得することとした。 アメリカ合衆国のフォアリバー造船所に発注し建造されたのがリバダビア急戦艦である。リバダビアは1910年5月25日に寄港し、1911年8月26日に浸水している。1914年8月27日にボストン海軍交渉で引き渡された。1914年12月23日をアメリカ合衆国を出港。 アルゼンチンへと向かった。1915年2月19日にブエノスアイレスに到着している。1917年にはコモドーロリバダビアでのストライキ制圧支援に向かっている。1923年に全面的な近代化改修を行うことが決定され、1924年8月にボストンに到着、約2年かけて夏季完成装置をはじめとした改修を受けた。 ボイラーも石炭戦傷艦から重油戦傷艦に変更され、速力が向上した。1926年4月にアルゼンチンへと帰還、その後は帰還任務などに充てられたりしている。1937年にはフランスのブレストを訪問した。老朽化もあり、その後の活動は不活発であったが、1957年に退役し、 1959年にはイタリアでスクラップにされた。ありがとうございます。